父と母は政略結婚だったが、私を産んで間もなく、母は病でこの世を去り、父はかつての恋人と再婚し、異形を見る力。嫁ぐんです。工藤、清香様へ。工藤様って、冷酷無慈悲で有名な方でしょ？気に入らなきゃ、女でもあやかしでも切りつけるって。お初にお目にかかります。Saimori、Miyoと申します。Miyo、と言ったな。ここでは私の言うことに絶対従え。出て行けと言ったら出て行け、死ねと言ったら死ね。異論反論は聞く。食べられないのか。旦那様より先毒でも持ったか。分かりやすいことだ。何が入ってるか分からないものを食え。早くから一生懸命用意なさってたんですよ。ミオさんが今までいらしたことってどこか違います。ユリエは嬉しかったんです。気を使ってお手伝いくださった方は初めてです。ってことで、全ての虐待は異能がなかったからだったと。もう、ユリエのとは少し味付けが違う。悪くないです。ありがとう。誰かにお料理を褒められたのは初めてで。今度の休日町へ行こうと思う。一緒に来るか。ここへ来てから一度もお出かけてないと。古着とも呼べぬ粗末な着物に赤切れでかけられて、とても名家の令嬢とは思えない。 Unconditionally I will love you Unconditionally There is no fear now Let go and just be free I will love you Unconditionally 男性が女性に口を送るのは求婚の意味があるんですよ。ミオ、結婚してもらえるだろうか。後悔なさいませんか。するわけないだろう。ふつつかものですが、どうぞよろしくお願いします。